西日本の太平洋側ではにわか雨に注意が必要です。まずは朝9時の予想天気図を見ていきましょう。今日は高気圧に覆われ晴れるところが多くなります。ただ高気圧の中心が北にありますので、西日本の太平洋側は高気圧の縁を回る湿った空気が流れ込みやすくなります。雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。天気分布の予想を見ていきましょう。朝8時の予想から時間進めていきます。宮崎周辺や三重周辺で雨が降りやすくなります。その他のところも太平洋側中心ににわか雨の可能性がありますので、雨雲の流れ込みにご注意ください。湿った空気が流れ込みやすい状況が夜まで続く予想です。では今日の傘マップも見ていきましょう。西日本の太平洋側で折りたたみ傘が必要となっております。家を出るときに降っていなくても雨具を忘れずにお持ちください。西日本太平洋側ではにわか雨に要注意です。空の変化にご注意ください。